はい、鎌倉御所記子真田陽一義忠子、こちらはあの下の方の菩提寺の一つであります小菩提寺さん、小菩提というのはあの父親のですね岡崎義実公の法名から来ているそうです。そのことが入り口に説明板にありました。まあ、ちょっと季節柄アジサイをちょっと写したいと思いまして、まあ、綺麗なねアジサイ、薄のアジサイもあるんですけど、ちょっと形のね変わったというか、これはこれで特に見学する人もいないんですけど、こういった時期ですからね、まあお寺としてはですね、まあ、結構広い感じでですね、家紋が入っていて、こちらはあの一神堂というものですけど、あのいわゆる岡崎堂と呼ばれていたものはですねあちらだと思うんですけども、お寺の今由来のにもなっているですねその法名というのがありまして、真田陽一公はですね、ちなみに石橋山の戦いですね、頼朝が倒して戦うんですけど、戦死しているということで、まあ、今日は長尾氏とか、まああのまあ、楽しみに打たれたんですけど、その関係も一緒に歩いてるんで、ちょっとつながりが多くてですね非常に嬉しいですね。まあ、歴史特に平安鎌倉の武将たちっていうのはですね皆何かしらあの血族というところもありますけども、非常に、関係が深いというところですので、まあ、源平の合戦という大きなことにですね巻き込まれてしまってさまざまな運命があったんですけども、ごめんなさい、一心院ですね、一つの心の院と、まあ、ここで、まあ、あの現代風の社務所もありますけども本堂というところ、 でこちらはもう今の設備になってますけど、説明がここにはっきり書いてありますので、このお寺の上の後ろにですね、岡崎義実公の、供養塔の五輪塔がですね、まあ、新設されて、弔われていると、さっき言ってきましたのでそれを合わせてご覧ください。で、まあ、こちらに書いてある通りですね、頼朝公が石橋山で挙兵した際にですね、まあ、身代わりとなって討ち死にしたと、要するに頼朝公を逃がすためにですね、真田陽一はですね、戦って死んだわけですけども、まあ、その時その場にあの父親の岡崎義実公はいなかったんですけど、まあ、かなりの奮戦をしたと有名な方ですよね。まあ、後に、三与一と言われている方ですけど、浅利与一、那須の与一、まあ、那須の与一が一番有名ですかね。で、その父親の、義実公がですね、子供の、まあ、菩提を弔うというか菩提寺になってますので、教育委員会さんの方でもね書いてありますね、有形文化財と義実の後ろの墓と言われる小さな古院と、まあ岡崎城でですね、先日も義実公の墓碑を見てきましたけど、まあ、そちらがまあ一応お墓で、まあ、こちらもお墓なんでしょうけどね、まあ、供養塔御所っていうんですかね、まあ、要はあの真田陽一のですね、追悼のために、まあ、ここを建てたということになりますよね。で、自身の法名である小菩提、ちょっと珍しいですね、菩提という法名です。それを取って小菩提寺ということになってますね。まあ、かなりこう地蔵像とか、中にいろいろあるみたいですけどね、ちょっと普段は非公開のようですけどもね、鍵かかってますもんね、はい、ちょっと綺麗な紫陽花があって、この竹やぶの裏山にですね義実公のお墓がありますね。大事、小菩提寺さん。